子育てで後悔していることは何ですかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスター岡地です。ライフスキルの学校へようこそ。ライフスキルの学校では親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録お願いします。はい、ということで今回のテーマは子育てで後悔していること。 とといいうことでございます、はいえー、後悔というと何だろうな何であの時あんなことを言ってしまったのとか何であの時あんなことをやってしまったの逆に何であの時ああしなかったんだろう、まあ、これが後悔だと思うんですけども、まあ、少なからずね、えー、子供と関わっている中ではあると思うんですよ一つか二つ、まあ、子育てだけじゃなくて仕事でも、まあ、人生においても後悔していることはあると思うんですね僕にもたくさんあります。 でその後悔することは悪くないと思うんですけどもその後悔の傷が多くなったりずーっとずーっと後悔しているとなんだろう自分のことを責めてしまったり自分のだろう子育てに対する自信がなくなったりしてそれは今の子供との関わりにも大きく影響してきますよね。なので 今回のテーマは、僕自身が子供と関わる上で、関わってる上でね、後悔したこと、それをシェアさせていただきます。で、その中で、今やったらこうするのにな、今やったらこんな声掛けをする、今やったらこんな関わりをするんだろうな、ということをね、今のこの時点から振り返ってみてね、えー、皆さんと一緒に、そしてあなたと一緒に、子供との関わりっていうのを、えー、一緒に考える時間になればいいなと思います。 で今日はね、えっと、スライドはつ使いません。もうずっとこんな感じで、ぺちゃくちゃ話していきます。なので、えーラジオ、ラジオ感覚でね、聞いていただけたら嬉しいです。特にね、台本も用意してないので、まあ、ここからはね、まあ、ちょっとだけイントロはね、作りましたけど、ここからも台本はないので、自分のね、子供との関わりを振り返りながら、ぺちゃくちゃ話していきたいです。はい、まあ、早速行くんですけど、まあ、どんなことで後悔しているのかということで、まあ、まあ大前提にね、僕はね、自分の子はいないです。 自分の子はいないんですけど、子供と関わる仕,方仕事、子供の教育っていうことを、まあこの8年間やってきました。多い時では1日5クラス、週6レッスン。だから週で30クラスぐらいやってたかな。えー、だいたい週で250人ぐらい見てた時あったんちゃうかな。週250人見てるから、延べ1000人ぐらい。 一月で1000人ぐらい見てたかな。なので、大体日本とアメリカで入れて、実人数1万人ぐらいの子供と、1万人以上の子供と関わってきたということです。まあ実際に講演会、1回ポッキリのね、関わりも含めてね、大体それぐらいあるんじゃないかと、1万から2万ぐらいかな。間ぐらいだと思います。その中で、やっぱりね、えー、後悔していることはあるんですよね。うんです。いっぱいあるんだけど、<laughs> まあ、いっぱいあるんだけど、 うーんまあ、パッと思いつくところから行きましょうか。思いつくところから行くと、何やろ、あのー、成果を優先してしまった。これはね、起業して一番最初の時らへんかな、これはありましたね。やっぱり、まあ、スクールを立ち上げて、このスクールっていうのは学力でもなく、IQ でもなく、人間力を育てる学校だ。みたいな形で歌ってたんですね。で、学力っていうのは目に見えるもんじゃないですか。 で、ね、IQ っていうのもスコア化されるもんでしょでも人間力っていうのは目に見えないんですね。目に見えないから、あそこどんなことやってんねんっていうことを見える化しないといけないんですね。対外的なアピールってこともそうだし、えっ、ー、と、親御さんにもね、ここの教室通ったら一体どうなるねんっていうことを目に見えて実感しないとね、高いお月謝をね、払わへんってなるわけじゃないですか。ね。なので、僕としてもなんか目に見える成果をなんか出さないといけないっていうことを焦って て言いましたねやっぱ最初は、うん、人間力っていうのはやっぱ目に見えないからもちろんね、えー、なんだろう今まで発言できなかった子が入って手を挙げて発言できるようになったよっていうそういうフィードバックを親御さんにしたいとかね今まで自信がなかった子が、えー、自分からリーダーやるっていあのー、手を挙げてくれたとかねまあ、そういう些細なことっていうのはもちろん日常で伝えているんだけれどももっと分かりやすい成果っていうのを出すことが必要だなって思ってでその時ね探究型 の教室であったり、探求型の関わりっていうのはものすごく僕の中でブームで、まあ今もね、それ一つの軸なんだけど、まあ探求型って何なのかっていうと、絶対的に正しい答えを見つけていくというよりも、自分たちの中でしっくりくる答えを探求していくっていう感じなんですね。答えはないんですよ。答えはないけれども、面白い動画を作ろうとかね、えー、っと、なんだろうな、面白い、えー、っと、なんだろう、カードゲームを作ろうとかね。面白いっていうのは人それぞれじゃないですか。 人それをみんなで話し合いながら対話しながらアイデアを出し合って一つ一つ形にしていって一つの成果物を作っていくとかそういうことですね。 その成果物がね、えー、売れるかどうかっていうのはもちろんね、やってみないとわからないんだけども、とにかくそういう一つのものを作るっていうことを一つ前提に置いて、そこに向かってみんなで動いていくって探求的にね、えー、答えを探していくっていうような、そういうクラス運営をずっとあのやっていたんですけれども、その中でね、やっぱりそこで何かしら成果を出したいなっていうふうに僕も焦ってたんで、 うん、あさ焦っててね3ヶ月かな4ヶ月ぐらいのプロジェクトで何、えー、だろう、えー、っと小学生が誰でも楽しめる、えー、小学生が楽しめるカードゲームを作ろうっていうお題を出したんですね子どもたち。でやっぱ子供にとって でも、違うしやっぱり意見が割れてしまって、もちろん割れるのは悪いことじゃないですよ。悪,悪いことじゃなくて、なかなか進まなかったんですよ。まあ、それもありかなとは思っていたんだけれども、最初はね、まあ、全10回の講座があって、1回、第1回、第2回は、もういろんなアイデアが出てきて、まあ、一つにまとまらなかった。 ですねまあ、それで良かったんだけどやっぱりねカードゲームを作るっていうことをゴールにしているからそれまでにやらないといけないプロセスっていうのはあるんですよね。デザイナーに1つ案を出すとかねでカードゲームのルールを作るとか。 ルールを作って、そのカードゲームのデザインをえ考えるであったり、それだけじゃなくて、説明書もあるわけじゃないですか、カードゲームね。説明書のデザインであったり、説明書にどんな文章を書くとかね、あと、パッケージ、箱のデザインとかもあるし、それをどういうふうに広報するのかって、広報のこともあるわけじゃないですか。作って終わりじゃなくて、どうやって届けるのかっていうことも考えたかったし。 でそうなってくると、じゃあ3週目までにここしなか、4週目までにここしなかで逆算して考えると出てくるわけなんですよ。そうなって、僕もちょっと焦ってしまって、1週目と2週目が進まなかったから。で、3週目以降、かなりハイピッチでね、かなりハイピッチで、あのスケジュールを、えー、あのなスケジュール通りに進ませるということ、そしていい作品を作るということに、 僕自身がちょっとこ、あのー、あの力を入れてしまって僕の中の優先度が高くなってしまって子供がアイディアを出してもあそれってでもそれって1年生って面白くないよねあなた5年生やから楽しめるかもしれんけど1年生は漢字も読まれへんし1年生にとって面白くないんじゃないっていうふうに否定したりね。 で僕の中でこういう作品を作ったら面白いって自分の中のちょっとうっすらとした答えが出てきてたんですよ。3週目になればね。みんながいろんなアイディアを出してて。で、あの、一人一人でアイディアは違うんだけど、みんなの中のアイディアをギュッと集めた最適解っていうのが自分の中で見えてきて、見えてたんですね。で、それをもちろん自分たちの議論でそこの最適解をね、た、え、ど、ー、り着いたらいいんだけども、やっぱり3週目始まってもなかなかたどり着かなかったんですよ。なので、もう、 僕は言っちゃいました。えー、っとね。カード、か漢字もわからへん。子供たちは漢字もわからへんから、ね、漢字を楽しめるね。カードゲームをしながら、漢字を楽しめるような、漢字を覚えて、えー、楽しみながら漢字を覚えられるようなゲームってよくないって。 誰々ちゃんが言ってた、その漢字を覚えるっていうことも大事だし、ただ覚えるだけって面白くないから、なんか神経衰弱っていうアイディアも出てたから、その神経衰弱ってアイディアと漢字,漢字を楽しく覚えるっていうのをミックスしたらいいんじゃないっていうのを言って。で、それで、まあ反対意見も出たんだけど、あの反対したい意見もわかるけど、あとちょっと5分で決めないといけないかなっていうね、こう、せかしてしまったんですね。まあ仕方がない部分はあるんですよ。あのプロジェクトを、えーね、あの目標、予定通りプロジェクトを進めるという上では仕方がないこと。 だったんですけどねその中でもスッと3週目もこういうカードゲームを作るっていうのが決まってまあね漢字を楽しく覚えられるようなまあ神経衰弱を作るみたいなのが決まってそこからもね期日が全部決まってるから子供の意見重視というよりも自分の中で落としどころっていうのも4週目以降結構決めてしまって子供がその自分の中のアイディアとは違うことを言ったら確かにそういう意見もあるけど反対意見はないっていうふうにこうちょっと誘導チックにしてしまったっていうのがあって 自分の中では、まあ、仕方がない作品を作る。 っていうところを重視すると仕方がなかったんだけどそもそもの目的はねそうやって答えが出ないことをみんなで考える意見がバラバラだけれどもその中でできる限り多くの人が納得できる答えを見つけ出すっていうところその中で自分で考える力であったり対話する力でアイデアを想像する作り出す力そういうのが育まれていくわけでしょ結局僕がそこで視界進行やって進めていったら何だろう今までの教育と変わらないじゃないですか でもそれを僕はやっっててしまっていたでそれをね気づいたのはもうカードゲームができた後ですねカードゲームができた後えー、なんか子供たちが何だろう自分たちが作ったっていう感じじゃなってなかったんですねまあそれはそうですもう僕がこう結構誘導していたのでまあ何人かはなってたんだけど全員がなってなかった半分以上の子供たちは自分たちがこれを作ったっていう 感覚にはななっってなかったかたらカードゲームを買いたい人って言ってもね手が上がらなかった半分ぐらいのかねまあ一つプレゼントしますよ一つプレゼントするけどそれ以外誰かにねそのねプレゼントしたい子いるって,ってその場合はまあ1500円だよって言っても手が上がらなかったんですよでもこれが自分が作った作品っていうね感覚があればね買いたい買いたいってなってたと思うんだけど子供たちは別に欲しいっていうこ 感じではなかったんですね。で、その時に、まあ、そうだろうなって思った自分の中では。うん、ちょっとこう誘導しすぎたし、スケジュール。まあ、確かにいいカードゲームができた。これは対外的に出しても面白い。いいブログも書ける。ね、一周目に締め、迷ったけど、迷って、あの、意見ぶつりかり、ぶつかり合って、その中でみんなとアイディアとアイディアを掛け合わせて作品ができて、で、えー、そっから役割を 役割を作ってね、あの説明書を書く班、パッケージを書く班、で、えー、カードのデザインを作る班っていうね、パッケージ、あので役割を作って、それぞれで、えー、一つの作品を作り上げたっていう、まあ、ブログもね、できて、そのブログを見たらね、親御さん自身も、あ、こんなことをやったんだってね、感じれるようなブログです。で、ここのクラスに来てない人も、あ、こんなクラスをやってるんだ、うちの子も通わせたいなって思,う思,思えるようなね、そういうブログであったり、校庭の,のね、 工程表であったりそういういのがでできたたんですよただそこに参加してる子供たちが自分たちが作った作品を自分ごとのように思えていなかったっていう、うん、だから本当にそこら辺が難しくてやっぱこっちとしても経営しなあかんっていう部分もあったりでやっぱ3ヶ月でねカードゲームを作るって言ってるからカードゲームができなかったらねそこに参加してる子供たちも納得せえへんかもしれんし親御さんもねカードゲームできへんかったなんてなるじゃないですか。 なるんじゃなないいかっっててう、ね、恐れがあってなので何とかしてスケジュール通りり進まないといけないっていうそういう圧力も加わりただそこに参加している子どもたちの参加意識であったり自分たちの,その目に見えない力を育む考える力対話する力アイデアを出す力、ね、それで失敗してもそこから学び取る力、ね、失敗を奪ってたんで、ね、僕が。 そういうようなプロセスを大事にしないと生きる力、ライフスキルは育まれないのに、プロセスをお価値主体で進めてしまっていたっていうのは、一つ後悔しましたね。3ヶ月一生懸命やってカードゲーム結構お金もかかったけど、結局参加してる子供たちの納得感って得られてなかったよねっていうところ。なので、まあそこから得られること、得られたこと、学んだことっていうのは、もっともっと、なんだろう、あのー、スケジュールを、スケジュールのゆとりを作るってこと。 スケジュールのゆとりを作るということとうんあとは全部が全部子供に任せるんじゃなくて、まあ、10, 10プロジェクト,やあプロジェクトを、ね、完成させるために10の工程が必要だとやった時にカードゲームも1からやってたんですねそうじゃなくて10の工程のうち5からスタートする。 5からスタートして、まあ、テーマと、まあね、あの子供たちがなん例えば子供たちが楽しめるカードゲームし、えー、漢字を先で言ったら、えー、漢字を楽しく覚えられる神経衰弱っていうところは決まってるけどそこからのデザインを子供たちを考えるみたいにそういうふうに0から100から始めるというよりも、ね、5から始めると もっともっとスケジュールのゆとりを持って少々揉めたとしてもえー間に合うような形にもいけるので多くの大人と大人を巻き込んでしまうとそういうスケジュールとかがね追われてしまうからそうじゃなくて工程を減らすっていうことで,であったりあとは何だろうえゆとりを作るということスケジュールね それがすごく大事やなっていうのはそこから学んだこと。で、もう一つは本,本来の目的をちゃんと意識する。本来の目的はいい作品を作ること、いいカードゲームを作ることではなくて、一番大事なことはそこにいる子どもたちが、ね、そのプロカードゲームを作るというプロセスで、えー、ライフスキルを学ぶということですよ。目に見えない非認知能力を学ぶ。考える力。 主体的に自分から進んで前に進んで行動していく力であったりそういう力を育むっていうことが一番大事なことなので本当に一番大事なことを何なのかっていうことを意識して子供と関わるうんこういうことを学びましたねそうやなあと何やろ後悔したことはい今日はこんな感じでちょっとうだうだやるんで、あのー、ラジオ感覚で聞いていただけたら嬉しいですどうですかあなたも何か後悔したことありますか もしあればね、コメント欄に入れていただきたいんですけど、なんやろな、あ,あれやな。うん、まあ、これはね、本にも書いたんですけど、あ、僕、本、書いてます。あの、やり抜く子と投げ出す子の習慣。ここやったら見にくいね。これ見え、暗くしゃ見えんのあ、ちょっと見える。やり抜く子と投げ出す子の習慣。これは、親と子の自分軸を育てるための50の行動習慣を紹介している本です。で、この本にもね、紹介しているんだけれども、えっと、子供を楽しませすぎた。 うん、これがね、ありますね。でね、やっぱ僕は、あのー、夢中って、 っていうキーワードがすごく大事やと思っていて、あの、教育の上でね、ライフスキル教育の上で、夢中になったら、なんだろう、失敗は怖くないし、自分からやるし、もっともっと、えー、成長したいっていう、その練習意欲、努力するとか、ね、行動するとか、そういうふうに繋がっていくわけで,で、夢中になってる瞬間そのものがまず楽しいし、生きる喜びを実感できるし、幸せ、幸福感を得られるわけじゃないですか。ね、やりたいことをやってる時ってめっちゃ楽しいわけじゃないですか。なので、夢中っていう っていうのは学びにもいいし楽しい時間を過ごすっていうことにもいいしで夢中になってる時の表情ってものすごくいいから親御さんも喜ぶんですねうちの子あんだけ夢中になってるって積極的にやってるっていうのねなのでそのもちろん経営的にもいいし、まあ、あらゆる点で夢中っていうのはいいなっていうことで夢中になれる教育っていうのをずっとずっとやってきたまあ今もねそれはやっているんですけれどもそうなった時に どうやって夢中にさせるかってことで、まあ、僕が子供を楽しませないと、ね、夢中になれる環境を作らないとってまあ最初の45年やってたんですよ。 ね、えー、退屈損してる子がいたら僕が駆け寄って、なんか、なんかこう一発ギャグをやったり、あ、何その T シャツそれ豚さんの T シャツかなあ、豚さんちゃんは猫ちゃんやなみたいな感じでちょっとこういじってみたりとかね、えー、なんか楽しいゲームあるけど、おいでよおいでよって言ってね、ね退屈損してる子を呼んで、無理やり楽しませたりとかね、そういうことをやってたんですよ、クラスを回して、あの、明石やサンマバリにガンガン回してって、おかちおもろいなみたいな、もっとやってもっとやってみたいな感じで、楽しいゲームをやったりとかね、そういうことをやって、とにかく楽しませる。楽 楽しい時間を作るその楽しい時間を作,作る中で、えー、えバスケが上手くなるとかね英語が話せるようになるとかダンスが上達するとかねそういうようにスキルもアップさせるってことを、えー、テーマにしてクラス運営をやっていたということね。夢中になるるだから学べる ね、そういうふうに信じていたんですね。なので、子供を楽しませよう、楽しませようって頑張っていたんですよ。努力していたんですよ、一生懸命ね。まあ、それはそれでね、えー、親御さんにも喜ばせるし、子供たちにも、おかちおもろい言うて、もっとやってーってね、人気者にもなるし、それはそれでよかったんだけども、ある時ね、言われたんですよ。えー、なんだろうあるゲームをやった時にね、おかちー、全然おもんない、もっと楽しいことやってーって。 で、その時に、なんか違和感を覚えたんですね。え、なに、なにこれって。な、なんで、なんで俺があなたを楽しませないといけないのって。汗かいてんの俺だけ。ね。頑張ってんの俺だけ。子供たちは椅子に座って、おもんなーいとかおもろーいとか言ってるだけ。なんか避難取り状態ですよ。お口を。 パクパクしてて、そこにおかちが餌を運んで、ええー、と、ご飯をあげてるっていう状態。そんな状態やったら、自分でなんか楽しいっていうことを生み出すこともできないし、えー、自分で問題意識を持って、問題を見つけて、えー、ああでもない、こうでもないってい試行錯誤の中で、えー、トライしていく、挑戦していく、そういう瞬間が生まれないし、なんだろう、人のせいにする。 おかちをもんないって,っていやおもんないんじゃなくてそれを面白くないこの状況を楽しませるああおくないこの状況を変えるのはあなたの責任なんですよおかちの責任になってるんですねその状況だとやっぱり生きる力は育たない育たないと思ったんですねああ僕が間違えていたなって思いましたその時ね子供を楽しませよう楽しませようとしていただから子供たちは受け身になって自分で考えなくなって人のせいにするようになった このままやったらあかんってこのままやったら大きくなってもねえー、なんか楽しくないとかああ面白くないのは会社のせいとかね仕事がつまんないもっと面白くしてって、ね、そういう風に自分から動かずに人になすりつけて責任をね自分の人生を誰かに預けてしまうそういう風になってしまうんじゃないかって自分の人生を自分のものとして生きられなくなる、ね、そういう風に思いましたね。 だからその日から僕は変わりましたね。うん。なんだろう。楽しいを与える先生ではなくて、一緒に楽しいを作るプレイヤーになるみたいな感じですね。僕が何かを与えるというよりも、一緒に作るプレイヤー。一プレイヤーなんですね。 うん、だからそ,うそういう形でまあ生まれたのが子どもラボっていうプロジェクトでそれは何だろう子どもがやってみたいって思うことを中心にこの指止まれ形式で仲間を集めてそしてその仲間と共に一緒に商品を作るっていうプロジェクトなんですねで、まあ、さっき言ったそのカードゲームであったり、えー、トランプを作ろうであったりあとは何だろうな映画を作ったり、えー、喫茶店でね、えー、カップケーキ屋さんのメニューを開発したりなんかそんなことをやってたんですね でその中では、まあ、僕も先生として、まあ、さっきはね、クラスをまとめすぎたって反省点もあったけど、先生としてクラスをまとめるというよりも、僕もそこの中に参加してね、積極的にアイデアをどんどん出していく。で子どもの意見が違うなと思うことも、どんどん、あのー、意見を出していくしでさ、それをやりすぎたのがさっきの反省なんですね。それをやりすすぎぎてて、誘導しすぎて っていうのがさっきの反省さっきのはプレイヤーとして参加しつつの先生になっていたっていうのが一つ目のお価値の後悔なんですね。でもその立ち上げた当初っていうのは一プレイヤーとして先生でもなくみんなと同じ目線で一緒に楽しいを作ろうっていうふうに、えー、関わるようにしたっていうのがあのそこで学んだことかな、うん。だから子育てにおいて言えることっていうのは 私が親が子供になんか教える子供の子供がわからんことを教える先生でなくてもいいんですよね。なんかわからんことを全部教えないといけないとかね。んん子供が知らないことを 親が全部知っていないといけないではなくて知らんかったら知らんでいいしそれやったら一緒に調べよっかでいい,いいわけじゃないですかわからんかったらあお母さんわからんわお父さんわからへんわ、ね、ちょっとあ,なあなたちょっとそういう先生に塾の先生とか学校の先生聞いてみてまたお母さんに教えてこれでもいいわけじゃないですか、ね、なんか親として大人として先生として全てを子供に与えないといけない全てを教えないといけないではなくてわからないことはわからんやし 違う子供がやってることで違うと思うことは違うっていうように。一人間として子供と関わっていく。そういうスタンスも大事なんじゃないかなっていうことを、えー、さっきのね、えー、与えすぎる教育において僕は感じましたね。うん、これが二つ目の反省かな。二つ目の反省かな。あとは、なんだろうな。うーん。あ、あとはね、バスケットボール教室なんですけどね。 えーまあ、僕は探究型っていうことだから僕が答えを教えるというよりもね、えー、試行錯誤の中で子どもが自分で答えを見つけ,見つけれるようなそういうようなね瞬間を生み出したいっていうことに結構ハマってたというか、まあ、それが正しいと思ってたんですよ僕の中ではまあもちろんそれはそれで一つの関わりとしては大事なんだけどまあバスケットボール教室立ち上げた時は基礎を一切教えないもうほとんど教えない で自分の中でしっくりくるパスのやり方、シュートのやり方とかね、えっと、試合の進め方っていうのを自分で考えてっていうのを、もう,もうゼロからやら,や,やらしたんですね。まあ、それはそれで学ぶことはあるんですよ。パスはこうやでって言われたら、このやり方をやるわけじゃないですか。シュートはこうやでって言ったら、このやり方をやるんですね。もちろんそれはそれでね、あのー、大切なんですよ。大事なんだけれども、それをやることで、自分で考える隙間がなくなる。 で、その時は考えたんですね。だから、ほとんどやり方を教えなかった。やり方を教えなかった。でも、それでね、子供が練習する中でね、自分でやり方を見つけていったらいいなって思って。それでよかったんだけど、そうするとね、自分で練習する子は、試行錯誤の中で自分のやり方を見つけれるんだけど、あんまりクラスの,でか、ね、クラスの中でしか練習しない子っていうのは、上達していかないんですね。やっぱ正しいやり方を教えてもらえてないから、なかなか間違ったやり方をずっとやっていくわけで、 もちろんそれはそれでいいんですよ。間違ったなって気,気づいたら、違うなって気づいたら自分で反省したらいいんだけど、なんせ週1回とかの授業だから、上達するスピードに格差が出てきたんですね。うまい子と下手な子のこの,この差が出すぎてしまった。出すぎてしまったから、やっぱりそのなかなかうまくならない子は成功体験も得られずに、なんか、 あのなんかバスケが嫌いになっていったりとか、うまいこと比べてしまって、もちろんうまいこと比べなくていいよって言ってるんだけど、スポーツっていうのは残酷で、上手い、下手がすぐ分かるんですね、試合したら。シュートが入った子は、やっぱ入ったらうまいわけじゃないですか。で、僕入らんかった、試合に負けた、勝った、負けたっていう結果がすぐにね、子供に突きつけられるんですね。もちろんその結果をどう捉えるのかっていうのもね、工夫していたけれども、どんだけおか値ちが言おうがね、親御さんから見てもね、あの子みたいに上手くうちの子もなったらいいのになとかね。 ねえそういううう風なねねムードがやっぱこでできてくるんです、ね、そうしないように関わっていてもね。うん、なのでやっぱり最初はやめていく子も多かったバ,バスケの面白さっていうのを体験せずにやめていく子が多かったでそれっていうのは一番やってはいけないことかなって気づきましたねその時は。バスケットボールが面白くないわけじゃなくて僕のやり方が悪かったわけじゃないですか。でもそのの子が僕と僕と 僕,と僕の僕きっかけでバスケットボールと出会ったことでバスケットボールが面白くないというなんか考えがインストールされてしまったその子の人生の中でバスケットボールが消えてしまったんですね。ね全てが全てじゃないですよそういう子もいるんですよ。それってその子の人生の選択,肢からを選択肢を減らしてるって行為じゃないですか。それは一番したくないなと思ったんですよ。なので え2年目3年目ぐらい今7年ぐらいやってるんですけどね2年目3年目ぐらいからちょっと変えてとにかくなんだろう教育的なことはとりあえず置いといて ここに来るのが楽しい。プラス、バスケットボールが好きだって思える。そこをな何よりも大事にしようと思ったんですよ。何よりも大事にしようと思った。その自分で考えるってことも大事だけど、まずは、えー、なんかバスケのシュートが入る喜びを感じてもらおうとかね。バスケのシュートがつながる、その感覚を体験してもらおうとか、ね。そういうことを大事にした運営に変えた。うん、そうするとね、えー、バスケが楽しいとか、もっと上手くなりたいとか、で自分で練習する子も増えてね。ね 行ったしその増えていったから、まあ、増えていって上手くなりたいってところには選抜クラスっていうのを用意するしねえー、あの下の子を教えるリーダーっていうポジションも用意したりとかねそういう風にバスケットクラスを、えー、低学年高学年って2つだけじゃなくて 細かく分けることができてねで。上手くなりたい人は上手くなりたいクラスがあり、楽しみたい人には楽しい居場所があるっていうような形。試合には全員出れますよっていうような形で、えー、クラスを運営、えー、変えましたね。だからとにかく教育的にこうしないといけないということよりも、とにかくやってることが楽しいとか、えー、なんだろ、それやってることが好きになるっていうことを何よりも大事にした。 そうすることでね自分が自分の中でバスケがやりたいって火をつけば自分から練習するやろうしその練習する過程の中でねちょっとずつ自分で考える隙間っていうのを与えるようにしていると、うん、そういうふうに変えていきましたね。 でまあ、このことから得られることっていうのは、教育的にはこういうことが正しいとか、答えを与えないとか問いかけた方がいいよっていうことももちろん大事なんだけど、何よりもやってることが好きになるっていうこと。うん。その子どものやる気に火をつけるだったり、主体性。 にえー、子供に選んでもらうってことであったり、成功体験を積ませるってことであったり、まあ、とにかくやってることが楽しいっていうこと、楽しいっていうことを何よりも大事にするっていうことを、えーえー、かが僕がそこから学んだことですね。でこれも先ほどの2つ目のね、えー、後悔したことと、これバッティングするわけじゃないですか。楽しませてはいけないっていう考えと、でも楽しいっていう体系は大事。 そうなんですよ。バッティングするんですよね。これ、自分の中で子供と関わる上で大事にしていることってのはいくつもあって、その中でバッティングすることはあるんですね。うんで子供を楽しませてはいけないっていうことがあったり1つあ。 学んだわけで。で、もう一つは、やっぱ、楽しませないといけないっていうのもある。だから、その、状況、状況に応じて、使い分けるってことが大事ですね。楽しませることが悪いわけではなく、子供をた、えー、楽しませ、えー、楽しませてはいけないってことが悪いわけでもなく、状況、状況に応じて、今は楽しませることが大事なこともあれば、楽しませすぎてはダメなこともあるということなんで、それは手段なんですよ。子供を褒めてはいけないとか、ね、褒めてもいいとか、それも手段なので、 その手段っていうのは、状況を状況に応じて使い分けることが大事ですね。はい、大事ですね。なので、自分の中でね、どんな子供を育てたいであったり、どんなここんな子供を育てるためには、こういう関わり方をしたいっていうのね、ここの、こういう関わりをしたいって僕の中でセブンルールって言ってるんですけど、そのセブンルールだけではなくて、このセブンルールをやった上で、こんな子供を育てたいっていわゆる子育てのゴール、ビジョンであったり、そういうことをね、描きながら、 声掛けをしたり、子供と関わっていくと、なんか後悔することもなくなっちゃうんじゃないかなと。どんな子を育てたいのか曖昧である。どういう関わりをしたいのか、行き当たりばったりである。その、それやったら子供自身も混乱するし、自分自身も迷っちゃうと思うんですね。なので、僕はそういう、えー、ビジョンツリーって言ってるんですよね。えー、マップを作る。 自分の、自分だけの子育てマニュアルです。こんな子供を育てたい。そのためには、こういうスキルが大事だよね、えー。そういうスキルを高めるためには、こういう関わり方をすることが大事だよねっていうルールを作っていく。そういうことをね、えーと、生き方プロジェクトというね、30日間のプロジェクトでやってます。で、今回ね、この動画をここまで見てくださった方、も特別ですよ。ここまで見てくださった方は、えー、その有料講座で紹介している僕の動画、動画を えー、プレゼントします。その動画がね、まさに自分だけのビジョンツリー子育てマニュアルを作ろう。これセブンルールなんですよね。セブンルール。7つの関わりを作ろう。えーえー、子育て、子供の関わる上での、えー、行動指針ですね。それを作ろうっていう動画。約29分の動画なんですけど、それをプレゼントします。はい。そのプレゼントの受け取り方法は、まず、えー、僕の公式 LINE に登録してください。概要欄になります。で、その公式 LINE に登録していただいて、その公式 LINE に カタカナで、セブンルール、スペースなしで、セブンルールとコメントいただいたら、えー、あコメントとか LINE してもらったら届きます。届きます。もう一回言いますよ。公式 LINE に登録する。これがステップ1です。登録したら、そのね、お価ちに LINE をするような感じでね。その LINE の,のところに、えー、なんだろう。セブンルールと入れてください。そうすれば、その動画が届きます。 ぜひちょっとそれをやっていただいて、自分の中でしっくりくる子育てマニュアル、子育ての指針っていうのを作っていきましょう。そうすれば、誰にも振り回されることなく、迷わずに、えー、子供との関わりができるようになり,なります。不安も、ね、恐れもなく、落ち着いて穏やかに子供と関われるようになると思いますので、まずそのセブンルード、一緒に作っていきましょう。はい。ということでね、今回は、なんだろうな、 30分くらい話しましたね、えー。テーマは何だろう。子育てで後悔したことということで、えー、3つ僕が紹介しました。はいえーね、やっぱ失敗することはあるんで、その大事なことはその失敗してもそこから何かしらの教訓を得るということですね。教訓かって言ってるんですけど、えー、そこから得られることは何なのかっていうその教訓にするんですねで。その教訓っていうのをちゃんと、えー、自分の中で 持って子供と関わればそこで失敗したことであったり間違ったなと思うこと後悔していることもそれが次に生かされるからそれが教材であったり、えー、学ぶ機会になったわけなんですねなのでその後悔すること失敗することは悪いことではなくそこから何かしら教訓を得ることがすごく大事で教訓を得れなかったらそれは僕は悪いことかなと思います、えー、せっかく間違ったこと失敗したことなんでそれを生かすこと そうすることでえと同じようなことは繰り返さないと思いますのでこの経験がえ僕にどんなことをどんなメッセージを言うてくれてるんだろうであったりこのことから得られることは何なのかっていうことをえ自分にえ自分と向き合ってえそれを、え。ー だろう導き出していくというようなことで、えー、何かしら教訓をね、えー、得ていきましょうということでございます僕もね毎日失敗します失敗するんだけどね一つ一つ、えー、その失敗から学んで僕自身成長していきたいなと思います はい。ということでございます。こんな感じでね、この YouTube チャンネルでは、親の生きづらさを解消するライフスキルと、子供を自立させる関わり方を全力で紹介しています。なので、良ければ高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、公式 LINE です。この公式 LINE でもね、普段有料講座でやっている、えー、講義の動画を26本あるんですけど、それを無料で えー、紹介させていただいてます。配信させていただいてます。なので、えー、親とこの自分軸を作りたい。子育てをもっと楽にしたい。ね。生きづらさを取り除きたい。解消したい。紐解きたい。そのように、えー、思っている方は、ぜひ、概要欄から公式 LINE に登録してみてください。はい。ということでございます。はい。えっと、今日はこんな感じかな。I am a star.You are a star. 自ら輝けば、世界は輝く。 ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。